ビルド・ケベックはカナダ海軍のフリゲート。カナダ商会フリゲート計画により建造されたハリファックス級フリゲートの3番艦で1994年に収益した。カナダ海軍の大西洋海上軍に配備されており、ハリファックス基地を母校とする。英語と仏語を公用語とするカナダ海軍において唯一完全なバイリンガル艦とされている。 カナダ海軍の同盟の艦艇としては、第二次世界大戦中に収益した、フラワー級コルベットのビルドケベックに続いて2隻目である。ケベック州、ローゾンのミルデービー造船ローゾン造船所で1988年12月16日に寄港され、1991年5月16日に浸水、その後、1994年7月11日に収益した。 2005年9月2日、ハリケーンカトリーナの被害を受けた、アメリカ合衆国ルイジアナ州とミシシッピ州に対して、災害救援活動を行うため、カナダ統合軍海上部隊、カナダ沿岸警備隊共同タスクフォースとして、メキシコ湾に展開された。タスクフォースの水兵約300名が、ミシシッピ州ビロク市に上陸して、瓦礫の除去にあたり、復興を支援した。感染は、 フロリダ州ペンサコーラへ救援物資を輸送した。2008年8月6日、ピーター・マッケー国防相は、ソマリア沖の海賊に対する北、大西洋条約機構の作戦に本館が貢献するだろう、と述べた。2012年、夏季に五大湖周辺のカナダ・アメリカ両国の14都市を訪問する大規模な航海を行った。2015年12月、HCM、 フェレックス計画に基づいた中間寿命回収及び近代化が完了した。2016年3月3日、ハリファックス基地に入居中、実施した性能向上試験でディーゼル発電機1機から出火した。火災は消し止められたが、3名の乗組員が予防措置として病院に搬送された。ありがとうございます。